ミネソタはアメリカ海軍の戦艦、コネチカット級戦艦の5番艦。艦名はミネソタ州にちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。ミネソタは1903年10月27日にバージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所で寄港し、1905年4月8日にローズマリー・シャーラー夫人によって命名、浸水。 1907年3月9日に、初代艦長 J. ハバード大佐の指揮下収益した。ニューイングランド沖での成長後にミネソタは1907年4月22日から9月3日まで、バージニア州、ジェームズタウンで開催された、ジェームズタウン博覧会に参加した。12月16日にミネソタは、グレートホワイトフリートを構成する16隻の戦艦の一隻として、 ハンプトンローズを出港した。艦隊の世界巡航は1909年2月22日まで続けられ、その異様は太平洋での抑止力として働き、アメリカ海軍の力を世界中に知らしめた。そして最も重要な点は、艦隊の世界巡航がアメリカ合衆国の国益を維持するための強大な海軍力と小船隊の必要性を議会に知らせたことにあった。 ミネソタは世界巡航が終了すると大西洋艦隊に所属し作戦活動を再開した。続く3年のうちにミネソタは短期間のイギリス海峡への配備とともに東海岸沿いに活動した。1912年には国際的な任務に就くことになる。同年の前半にはキューバ水域で巡航し、6月7日から6月22日までグアンタナモ湾に配置され、 キューバの暴動に対処するために待機した。翌年春から夏には、メキシコ水域で巡航。メキシコでの正常不安が続く中、1914年にも二度同水域を訪れた。1915年に入ると、東海岸での任務を再開しカリブ海への巡航を行い、同任務は、ミネソタが九百十六年十一月に、大西洋艦隊予備役艦隊の期間となるまで続けられた。 1917年4月6日、アメリカ合衆国が第一次世界大戦に参戦。するとミネソタは、チェサピーク湾で、現役艦隊に再び加わり、第4戦艦部隊に配属された。第一次世界大戦の間ミネソタは、大西洋沿岸の中央部から巡航し、放日、機関員訓練の練習艦として1918年9月29日まで、活動した。 その9月29日、ミネソタはデラウェア州フェニックアイランドから20マイルの水域で、ドイツ潜水艦 U-117 の雷撃を受ける。無限に大きな損傷を受けたものの死傷者はなく、ペンシルベニア州フィラデルフィアに戻ったミネソタは5ヶ月の修理を行った。1919年3月11日に任務に復帰し、 機関兵の輸送を7月23日まで続けた。同任務の間にミネソタはフランスのブレストまで3度往復し、3000名以上の機関兵を輸送した。ミネソタはその後練習艦として使用され、1920年と1921年の夏に海軍兵学校の士官候補生を乗せた巡航を行った。1921年12月1日に退役。 同日除籍されたミネソタはフィラデルフィア海軍造船所で武装を取り外され、1924年1月23日にスクラップとして売却された。ありがとうございます。